出兵は644年から668年まで計3時にわたって行われた党による高栗への侵攻である。攻められた高栗軍は最初の十数年は前線し、不違い素分などの活躍により、大層による党の第一次高栗出兵を阻んだ。663年にくだらが滅亡すると党は白木軍と連合して大軍で高栗を副敗から攻めた。 内紛と離反で弱体化していたコウクリは、オートピョンヤンが攻略されて滅亡した。当のコウクリ出兵は、三国時代の終わりを位置づけ、朝鮮半島は統一白らの時代となった。また、この戦いで手に入れた領土をめぐると、白ら戦争を引き起こした。日本の東洋史や中国史の研究においては、この戦争のことを様々な名称で表現している。詳細は、 唐の第一次高栗出兵を、六百642年に、高栗では、対東京公派の淵貝祖分がクーデターを起こし、優和派の栄戸め王を殺して、老いの法蔵王を擁立した。唐は、その懲罰を名目に644年11月に、高栗への侵攻を開始し、645年2月には、大宋が申請する大規模な戦争となった。唐は、 水路と陸路の二面作戦を取った。長領率いる水軍は、高栗の必須な城を落としたものの、その救援に向かった高栗水軍に大敗した。英州に集結した陸路の主力軍は、李伊佐を総司令官とし、長地慶徳、長村宇岐、摂仁記、劉広氏はじめ、長剣、李、道州、京南緑、円立徳らが各隊を率い、これに、吉炭 圭からの援軍も伴って、高栗領内に一気に攻め入った。初戦では、高栗の城塞である二無城、白、岩尾城、両東城を落とし、さらに安市城を包囲した。高栗の高円寺と高栄心が、末活の援軍とともに、安市城救援に向かうと、中筆山で両軍が衝突する大規模な海戦となったが、結局東軍が勝利した。高円寺と、 光衛心は党に降伏して、官位を与えられている。しかし、安史城を守る楊う万春は、降伏を拒否して徹底抗戦を続けた。東軍は高く強固な城壁に守られた安市城に、手こずり、これを攻撃するため土山を築いたところ、これが崩壊して始卒に大きな被害を出し、結局この作戦は、失敗に終わった。さらに党軍は、 新城と県安城の攻略にも失敗した。そうした中で、鉄六が塔に侵入したとの知らせを受けた体操は、これから冬になると、氷糧補給が困難になることもあり、これ以上の継戦は困難と判断、同年9月には退却を開始した。しかし、退却途上に、公天や玄関に遭遇し大きな被害を出した。649年に、体操が報じると、 唐は戦略を長期消耗戦に転換し、小規模の攻撃を継続して、高ウクリを疲弊させた。また、高ウクリと敵対する白木を作法し、六百六十一年に、九だらの役で、高ウクリの同盟国、九だらを滅ぼして、高ウクリを攻撃する体制を固めた。同年、唐の高想と不足点は、蘇定法、軽南力、法高安、小田名村に兵を引き入させ、 高栗に進行させた。慶南緑は、王緑港で、淵外祖文の長男の淵男性を破った。東軍は、平壌城を包囲したが、淵外祖文が、蛇水の戦いで、宝高安の軍を破り、宝高安を廃止させた。残る東軍も補給が続かない状況のため撤退した。666年に淵外祖文が死ぬと、淵男性が後を継いだが、 弟の淵男立て、淵男さんとの間に内紛が生じ、淵男生は党に投降してしまった。この機に乗じて、党軍は淵男生を先頭にして、李伊佐などが高栗に侵攻した。淵外、祖文の弟の淵浄土は白木に投降した。668年には、党軍により首都の平ョンン城が落ち、ここに高栗は滅亡した。詳細は、塔。 白木戦争、法徳国、及び、厳政策を参照。ありがとうございます。